はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回、ホストの前職ホストになった理由ということでインタビューさせていただきます、はい、まず自己紹介よろしいでしょうか。はい、クラブライズの、愛崎ランランです。ランランさん、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず早速なんですけど、はい、ホストになる前はどのようなお仕事を。ホストになる前はあの魚屋さん、いろいろやってたんですけど、はい、魚屋さんが一番長くやってた。魚屋さんですか、はい、あれはそれはあれですか、魚をさばいたりするような。そうですね、朝からなんですけど、はい、まあ、魚がトラックから届いて、はい、そこからまあさばくところに持ってって、はい、まあ、そこからさばいて、はい、品出しをして、でオープンして魚を売るっていう。あ、はい、一連の流れを全部やってた。そうですね。なるほど。あの本当に全然違う業種からの転職っていうことだったんで、はい、でも一応接客とかもやったりはします。販売もそうですね、するんですもんね、はい、なんでいきなりホストに興味を持ったんですか。いやもうそれは中学2年生ぐらいの時にテレビでちょうど城崎仁さんがタワーやってて、はい、あ、かっこいいなと思って興味を持ち始めて、そこからあの魚やってた時にふっとテレビ見たらホストのなんか声みたいなのを見て、はいはい、あ、やってみようかなみたいな。ああ、なるほど。じゃあ昔からその思いはあったけど、なかなか踏み切れなくてそうっすねっていうのがあったんですね、はい、なるほどなるほど。ちなみにその転職を、まあ、考え始めたわけじゃないですか、そのテレビを見て、はいはい、でそこから応募に行くまでにどんな葛藤とか迷いとかはありませんでしたか。いや特に格闘がなくて、たまたま新宿来たら、はい、あのスカウトさんにスカウトされて、はい、みたいな。あ、そうだったんですか。そうですね。あ、もうじゃあ何の迷いもなく。そうですね、やってやろうっていう。やってみないですかみたいな。いや、やってみないですか、ホストに興味ないですかって最初に言われて。あ、はい、そこからまああのそうですね、そこからですね、さらっと行っちゃったんです。連絡取って、はい、体験入店行って。なるほどなるほど。じゃあランランさん的にはあのホスト業界に入る前のホストのイメージって本当にシャンパンタワーやってとか、そ う,、ね、そういうきらびやかなイメージが。そうですね。なるほど。すごいありました。結構憧れてましたか。憧れてましたね。なるほど。いや給料がすごいんだろうな。ああ、お金の面でも、はい、なるほどですね。じゃあ、 あの結構さらっとこう業界に入れたっていうことは戸惑いとかもあんまりなかったですかね、入ってみて。そうですね、まあ親とかぐらいですかね。まあまあしょうがないです。で、あ、お父さんお母さんが若干。そうですね、あのまあ反対はされなかったんですけど、はい、まあ、ちゃんとできるのみたいな、大丈夫なのってすごい心配されたんです。あ、なるほど。意外と入ってみると、まあ、先輩だったり社長とかがすごい優しくて、はい、大丈夫かみたいな感じでいつもやってくれてたので。じゃ結構ダークなイメージを持たれてる方多いと思うんですけど、はい、そんなことは全然ないんですね。まあ、僕自身はなかったですね。まあ、ちょっと貪欲だったっていうのもあるんですなるほど。まあ、最初から稼ぎたいっていう気持ちがあったんですよね。なるほどなるほど、わかりました。ちなみに今更なんですけど、はい、あのホスト歴的には働き始めてどれぐらいになるんですか。今3年半ぐらいですかね。ああ、なるほど。じゃあ結構ベテランの域に入ってきて。そうですね、そうですね。なるほど。どうですか、あのこの転職は成功だったなとか思いますか。いやー、もう転職じゃないかなってすごい思い始めてる時期ですかね。なるほど、大成功ですね。じゃあそうですね、こうホストになって、あ、俺ここが変わったなっていうのはありますか。一番はやっぱり今の僕の年代でやっぱ一人暮らししてみたいな、はい、こういうところに住んでこういう食べ物食べてっていうなんか、はい、なんかできないだろうなってすごい思って、そこが変わったんじゃないかなって。一番やっぱ好きなもの食べれて好きなように遊べてっていうのが、はい、違う遊び方ですけど。なるほど。まあ、収入的にもやっぱり良、ね、くなったっていうところですもんね。3年半の実績もあってっていう。もう分かりました。では、ちょっと最後になっちゃうんですけど、はい、はい、今この動画をちょっと転職に踏み切れずにこうどうしようかなと迷っているユーザーの方が見てると思うので、はい、ぜひあの一言勇気を与えていただきたいと思います、
まあ僕は求人面とかもやってるんで、まあ、メール迷ってますっていうメール一言だけでもいいんでメールくれたらすぐにこちらから折り返し優しくね接しますので、よかったらメール一本でも電話でもねいいんでください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。